スパルティは、ギリシャ共和国ペロポネソス地方、ラコニア県にある都市であり、その周辺地域を含む基礎自治体、ラコニア県の県都である。古代イギリシャの有力都市国家スパルタの古地に位置するが、現在ある都市は19世紀に建設されたものである。現代の都市についても、スパルタと表記されることがある。 スパルティ周辺の地形スパルティの町は、ラコニア県北西部の内陸の盆地に位置する。スパルティ市街は、エブロタス川の右岸に位置しており、市街の背後には、タイゲトス山脈の山々が連なっている。自治体としてのスパルティ市は、2011年に、西のミストラス市など周辺6自治体と合併した。市の面積は、約14倍の1189.8平方キロメートルとなり、 西はタイゲトス山脈から東はパルノナス山脈までの広大な地域を持つこととなった。地域はラコニア県北部を占め南にエブロタス市と接する。地域の北と東はアルカディア県、西はタイゲトス山脈を隔ててメッシニア県であり、北隣のトリポリ市、西隣のカラマタ市との間は幹線道路で結ばれている。スパルティのある盆地は タイゲトス山脈とパルノナス山脈に挟まれたリフトバレーである。スパルティ市域に含まれる人口1000人以上の都市、集落には以下がある。地域の地名では、ユネスコ世界遺産に登録されている中世都市、遺跡ミストラスが著名である。スパルティ市街の西約 5km に位置し、ミストラスの名を持つ人口485人ほどの小さな集落がある。 行政区画としてのミストラス地区の中心は、スパルティ市街の西に続くマグラに置かれている。古代スパルタの遺跡から眺める、現代のスパルティ、スパルタ歴史も参照古代イギリシャから古代ローマに、かけて栄えたスパルタは、395年に、西ゴー都族のアラリックによって破壊されたが、その後も、スパルタの古地には、幾度か都市の破壊と再建が繰り返された。十世紀には、 ラケデモンと呼ばれて、不死教座が置かれ、ラコニア地方の中心地としての地位を保っていた。13世紀、この地を支配した赤谷公国によって、ラケデモンから西へ 5km ほど離れた地点にミストラスが城塞として建設された。14世紀初頭に東ローマ帝国から派遣されたマヌイルカン・ダクジノスがミストラスに入り、都市を整備したため、この地域の中心は、 ミストラスに移った。15世紀後半以降のオスマン帝国時代もミストラスの繁栄は続いたが、一方でスパルタの墓地には小さな存落があるばかりとなった。ギリシャ独立戦争においてミストラスはオスマン帝国軍による破壊を受け、怪人に返した。ドイツからギリシャ王に迎えられたオソン一世はミストラスの再建を放棄し、1834年に 古代スパルタの遺跡の近くに都市を建設することを決定した。新たなスパルティの市街には並木のある公園が配置され、ギリシャで最も美しい街になるよう設計された。古代都市の名を継ぐ新都市スパルティにはミストラスから建材が運ばれ、多くの住民が移り住んだ。ギリシャが王政であった時代、スパルティ公はギリシャ王大使の称号であった。 現代のスパルティ中心部スパルティはギリシャでも最も保守的な都市とされている。王政が倒れて以降、ファの市長が就任したことのないギリシャでは数少ない市である。スパルティを中心とするエブロタス谷地域では農業が盛んであり、柑橘類やオリーブなどが生産されている。ラコニア県の旧自治体ラコニア県におけるスパルティ市スパルティ市は ラコニア県に属する5つの基礎自治体の一つである。2010年に行われた地方制度改革に伴い、2011年1月1日付で、旧スパルティシュを含め7自治体が合併し、新たな自治体としてスパルティシュが発足した。旧自治体は新自治体を構成する行政区として位置づけられた。下表の番号は、右に掲げた旧自治体地図の番号に相当する。 下表の旧自治体名欄は、無印がディモス、印がキノティタの名を示す。旧スパルティシカリクラティス改革以前の旧スパルティシに、あたる、スパルティ地区は、以下のキノティタ及び、都市、集落から構成される。表中の、デルタ。デルタ、はデルタイタミュータウィオタカッパ。デルタイオタアルファミューロオイオタシグマミューアルファの逆であり。 カポニストリアス改革による統廃合以前の旧自治体に由来する区画である。内は人口を示す。スパルティ市街地域は南北方向に GR-37 号線が貫いており、ペロポネソス地方の主婦トリポリとラコニア第二の都市である港町ギティオを結んでいる。スパルティ市街でから西へ GR-82 号線が分かれており、 タイゲトス山脈を越えてカラマタとの間を結んでいる。欧州自動車道路主要な自動車道路、スパルティ市街の南1 7トル、地域南部のファリス地区に、軍用のスパルティ飛行場がある。スパルティから最も近い民間空港は、カラマタ国際空港で、西へ約6 0トル離れている。スパルティ市街の中心部にあり、古代、スパルタ及びミストラスの遺産を展示している。 市街北西部にある。古代ギリシャからローマ時代にかけての遺跡で現代のスパルティ市街の北側に広がる。ギリシャ時代のアクロポリスの南側にはローマ時代に建設された劇場跡がある。ユネスコの世界遺産に登録されている。2010年までミストラス市はスパルティ市とは別の自治体であったが、自治体統配合によりスパルティ市域に含まれることになった。 棚倉町がリゾートスポーツ施設を建設するのに際し、同じ北緯37度に所在すること、スポーツと青年鍛錬のイメージを持つことからスパルティ側に提携を提案。近現代姉妹友好都市。棚倉町。2012年2月4日閲覧。姉妹提携情報。自治体国際化協会。2012年2月4日閲覧。 福島県田名倉町スパルタ市、在ギリシャ日本国大使館、2012年2月4日閲覧、ありがとうございます。